ライジョンですよね。今日もやっていくんですかね。今日はこのクロスやっていきたいと思います。今ね、結構ね、やっぱり環境ね、ファイスピがね、結構熱いということで、ね、まあ、ファイスピが入ったデッキなんですけど、これがね、今クロスの中で一番強いクロスですね。で、勝率も2ぐらいやつね、確か。まあ、なんでね、まあ、そんなに強いならね、まあ、俺が使っても強いんじゃねえかなという感じで、マルチやっていきたいと思います。まあ、さすがにね、クロスもちょっとだけ減っちゃったんですけど、うん。で、理由はね、多分その、ウォールブレイカーがね、やっぱり、端前クロスに対してウォールブレイカー出してパンパーンって持ってかれちゃうんで、クロスが。が理由だと思うんですけど。なんでやねん。出なかったわ、今。多分ね、多分ね、多分遅れたわ。どうしよう、これ。あ、やべえ。俺絶対デッキ間違えてるわ。俺絶対デッキ間違えてる。やばい。あ、これ絶対テスラ入ってねえわ。最悪だこれ。やばい、どうしよう。うわ、マジで最悪だこれか。いや終わった、最悪だ。ちょ、待ってください。俺これ負けたらボツだ絶対。しかもジャイだし。もうジャイがないうちに、もうマジで最悪なんだけど。いや、頼む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 。よし、構える構える。うれ、もう一発でもうくジャイなんで。で、こっちが食らってんの、フォアアイゴレで受けないで許容します。いや、マジ最悪だ。テスラねえと、マジどうやってジャイに勝つんだこれ。相手も気づくかな、さすがに。ちょ、テスラなくねっつって、もう8枚出したしな俺。勘のいい相手なら気づくでしょう。あたせっぱですね。いやー、マジで最悪だ本当に。ちゃっちゃ立てないとこれジャイが来るんで。そうねー。よいしょ、オッケー、いいね。さては相手はあんま気づいてない、あんま気づいてなさそうな立ち回りしてるんで、これ5打ったんでアーチを固めていきます。よいしょ、手順と。で、これに、これだけ出していって。よいしょ。マジっすか、それ。マジ？でも相手も、結構な気違いできてた。OK！ え？待って、勝てる、勝てる、勝てる。よし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 。勝てる、勝てる、勝てる。勝てる、勝てる。これジャイが通り過ぎてからボーイクロス。オッケー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 。で、ガグマレにはファイスピやってるんで、ネクロにはファイボっていきまーす。よいしょ。来た！勝った！勝ちました！ちょ、ごめんなさい、マジで。ほんとにごめんなさい。負けたらマジボツだった。あぶねー。よいしょ。あぶねー、よかった。ほんとによかった。いや、マジであぶねー。マジであぶねー。もう最悪だと思ったわ、ほんとに。速攻で、これね、テンプレ違います。アイゴレが、アイゴレが、もうね、ドジっ子なんでね、許してください。もう物忘れがね、すごいんで、昔から。許してください、物忘れが。テスラも忘れちゃうぐらい物忘れなんですね。はい、ということで、これですね。めちゃくちゃ強いです、このデッキ。いきたいと思います。はい。いや、マジでちょっと、焦ったわ、さすがに。おい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 。まあね、さすがに初手クロスはちょっとね、あの、企画じゃないとできないんで、初手クロスはね、あの伝説の企画がね、戻ってこないと。なぜか俺だけめちゃくちゃ低評価ついてたからね。ケンツとポロンさんからバトン受け継いでっつって、めっちゃ俺だけめちゃくちゃ低評価ついてて、いや、お前だけなんで大やけどしてんのって言われて、ちょっとじわったわ普通に。ここ来た。ああ、なるほど。よいしょ、それをマスケとかが来そう。うい、うまい。まあ、エリクサー管理がね、この辺、うん、しっかりしていると、まあ、こうなるでしょうと。よいしょ。よいしょ。はい、うまい。ここすらも延命していく。いや、うまくないですか皆さん、どうですか今。うまって言ったでしょ今。マスケが来まして、ナイト出して、うまって言ったでしょ。そういうことなんです。
ありがとうございます。うっす。でここまでいったらもうスペル圏内、正直ファイブ3発ぐらいで落ちちゃうんで、ファイブ3発と、まあ、なんで防衛クロス立てていき、よいしょ、やべやべ、え、ちょ待って、はい、ちょっと待ってもらっていいですか。やばい、これさ、うまいやつだったらしまい、でもはしまいプリンス来ても言うてアーチャーセパですけど守れるから別にね、それ痛くないからね、そんなに。はい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 、プリンス、オッケー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 、いやうまかったな今の俺の防衛、オッケーオッケー。でしかもこのアーチャーほっとくとね、一発チュンってやってね、アーチャー一発何ダメージか、俺っすか、アーチャー使わなすぎてわかんないんですけど、おへい、これ一発食らいますよ、いてててててててって相手も言ってますね、オッケー。これダクビでしばかれるので、早めに防衛クロスですね。この辺でいいか、真ん中にテスラ置きたいんですよね。そうだからこっちにポイズン打たれる分にはいいんで、早めに防衛クロス、アーチャーセッパからのこっちにアーチャーをねセッパしてあげれば、よいしょ、 OK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 、 はいはい。でこっちにこうやってウッド打っていって、よいしょ、チャキッとしていき、あとウッド5ウッド5で終わりかな。お、これはいい、5ウッド5ウッドで落ちるよな。いやわかんないからね俺。一応こっちも守ってくれるように、アーチャーセパしとくか、ここら辺で。やべ。スラッシュしちゃった。これ相手、テスラで守った後に、ウッド5で、確か415ぐらいだったね。とりあえず。これで、やべ、オッケー、これはスルーして、ボーイクロス立てて、オッケー、よし、あとウッド5ウッドで終わりかな、なので、よいしょ。オッケー、ジャイにも勝てますね、これ。よし。オッケー。イエーイ、ありがとうと。俺置いていきましょう。こげーって感じでね。結構ね、相手がシャシャってジャイ出したらね、ああいう感じでジャンギャンギャンに、ギャンギャンに攻めてあげちゃっていいですね。はい。え、いいっすよ。いいんじゃない、ちょっといいんじゃないの、ジャイに勝っちゃうのはちょっといいんじゃないの。やっぱね、クロス初心者とはいえね、やっぱ、僕、プロなんでね、ちょっと、まあ、ここら辺はちょっとやっぱ勝たなきゃな、みたいなね、ところありますんで、まあ、打って、フェーボーね、よいしょ、OK、やばい、それはやばい。そんなクローン僕には届きませんよ。オーブンだけのクローンってことはキョスケかな、キョスケで、これ攻めクロスしてもキョスケが来るんで、どうすかな、ワンチャンテスラクロスで溶かして2周目クロスでいくか、コアアンパイの防衛クロスでいくか、いやウッドとか打ってイモルか、まだオーブン回ってないんで多分ユニット1体咲くんで、そのタイミングに合わせていっちゃおうかな。はい、なんでスケセパからのアーチャーセパで、多分まだ、OKOK。キョスケ切ったろ、それはもうクロス。で、このクロスして、クローンが多分まだ回らないので、後ろにダクネとかつけても、これでダクネが回ってたら、1枚でクローンかな。か、ワンチャンもう1枚。ベビドラとダクネつけてたんですよね、さっき。OKOK。やっぱ。これ来るんかな ?OKOK。いや、クローンとさ、それちゃうくね、テスラは。テスラはちゃうんだよな、なんか。あんまちゃうとかさ言いたくないんですけど、ちゃうんすよね。OK。よいしょ。ちゃうとか、本当は言いたくないんだけどね。本当は。
やばい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 、え、やばい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 、もう最悪だマジで。しかもこれ楽ね、うわー、あーマジで切れそう、本当に本当に切れそう、今本格的に切れそうだった俺。これさ、アイゴレがないとあれなんですね、パフがないからちょっと厳しいなこれ。これ多分オーブン置かれるんで、はい、置かれる前にボーイクロスでちゃ切っていきたいと思います。まあ、これでね、さすがに、あー、ちょ、オーブン届かない。それ、ちょ、オーブン届かないな。この位置にね、テスラ、うまい人よく埋めます。嘘です。俺流。まあ、俺が、クロスでやっぱ上級者みたいなとこある。あー、なんか来たー、なんか来てしもうた。やばいやばいやばい。あー、もう最悪だ。もうこれさ、見ました今の。キョスケが、あれなんですよ。重さ判定がすごくて、キョスケはめちゃくちゃ重いことになってるんですね、このゲーム。そう、重いんですけど、実際。だから、あれなんですよ。うわ、もう最低だな、マジで。これさ、クソ相性じゃね？さすがに。ビビったんだけど。でも、クソ相性とか言いたくないんで、思っとくだけにしとくんですけど、若干きつい、これは。さすがに。で、キョスケがね、押し出すと、こうやって前に行くんですよ。そう。で、クローンで前に行くぐらいなら、今みたいにギリタワーに当たんないんですけど、後ろのキョスケも、前のね、前にいるキョスケと同じ質量っていうか、まあ体重ですね、言ったら体重が重いので、こうやって前、後ろのキョスケが前に歩くと、前のキョスケはね、何かしらナイトとかで止めてても前に押し出されちゃうんですよ。ナイトよりキョスケの方が重いんで、後ろのキョスケの方がナイトより重いから、こうやってね、うれうれうれっつって来るんですよ、今みたいに。でそれで前のキョスケ押し出されてね、爆発が入るっていう。もうね、なんでそんなことしたのって思っちゃうんですよね、俺は。言わないけどね。とりあえずファイスピ、ファイスピ出していき、まあクエイクさえなければいいかな。クエイクさえなければ許してあげれる、正直この寛大な心で。お、いいいい、こい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 、走れ走れ、あはー、マジでなんで、やばい、それやばい、頼む頼むから、なんで君に飛んだ、いや、生まないと。うますぎ、今の防衛。うますぎー。で、ポイズン切ったので、で、ペッカも切ったので、ここで、テスラ埋めて、ネクストのクロスを端前にね、ちゃんちゃん立てれば、多分、半分ぐらい削れそうな予感がしてます。だから、このクロスをね、ずらさずに置ければ大丈夫です。OK。勝った。あ、じゃあ、テスラもう一マス後ろでいいのに。はい。ヘイ。ヘイ。あいよーって感じなんで、よいしょ。はい。で、これ出てきた瞬間囲んであげてね。はい、ほら、半分ぐらい削りました。そういうことなんですよね。まあ、ペッカ使ってると分かるんですけど、ペッカがないとはね、どうしようもなくね。はい、あー。あー。あー。あ、でもこれ、え？クロス呼ぼう！え？ちょ、はい。削りすぎじゃないですか、これ。やばくね？加工しろ、加工。やばいやばいやばい。今のやば。でこれでペッカーが多分ケツペッカーが来ると思うんで、これにボイクロス立てて、で、これに立てる理由っていうのはね、真ん中にテスラ置きたいから、まあ、さっきジャイの時もやってたんですけど、まあ、この辺のファイスペア、許容でいいかな、正直。って思ったけど、痛すぎるんで、ちょっと拾っていきます。3コスト、道具に捨てて、拾っていきます。で、そろそろね、多分、来ると思うんで、チャキと、していき、真ん中にテスラを立て、あ、真ん中じゃない、まあ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 、良いでしょう。よいしょ。よし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 。で、これクロスを立てて、オッケー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 。オッケーオッケー。あとはファイスペアね、クロスがやってくれるんで、もうガンイモっすね、ガンイモ。言ってしまったら、言ってしまったらガンイモ。オッケーオッケー。これでテスラに当てて落としてウッドで、よいしょ、よいしょー、コケーという感じでね、もう結構いい感じですね、結構いい感じ。もう一回やっていきますか。はい、という感じでね、結構今強いね、クロスボウをね、紹介したんですけど、俺結構ね、クロスボウね、使われるの嫌いなんですけどね、使うの好きなんですよね。
やっぱりそういうものなんですよね、クラロワって。使うのはね、やっぱね、楽しい。もうこの1本、もう開幕1本あってもうイモれる、最高です。このゲーム一番面白い、このゲーム一番クロスボウが面白いんで、ね、あ、皆さんもぜひ使ってみてください。はい、ということで、今日もねちょっと遅めになってしまったんですけどね、まあね、まあ、デフォみたいなとこはちょっと許してください、お願いします。ということで、今日もね、今毎週号、やっておりますね。もしね少しでもね、少しでもちょっと、あ、ちょっといいなみたいなとこあったらね、高評価、チャンネル登録、気をしてください。ということで今日は終わります。バイバイ。